ます。では皆さんまたセンターの方にお願いいたします。はい。うわ、いやすごい映像でございました。すごい。ということで、こちらから最終話の、A パートをご覧いただいたんですけども、ここからはあの配信ありのトークパートとなりますので、改めて、皆さん簡単にカメラに向かってお名前をお願いできればと思います。では古賀さんからお願いいたします。はい、ノアルミステリー役の古賀葵です。よろしくお願いします。はい、次は大塚さんお願いいたします。はい、かなた役大塚武雄です。よろしくお願いします。はい、最後に監督お願いいたします。はい、監督の山本裕介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでこちらからは配信ありということなんですけども、皆さん早速ですが本編いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。いや、それではあの皆様に早速感想を伺っていきたいんですけども、椅子の準備ができましたので、皆さんお座りください。はい、お願いします。はい、あの非常に熱い映像で気になるところで終わってしまったんですけども、お子さんご覧になっていかがでしたでしょうか。すごかったです。そうですよね、本当になんか、すごかったですいや、もうちょっと言葉にならないくらいちょっとびっくりな展開が続きますよね。そうですね、だし、あのなんかやっぱアフレコの時は完成した映像ではなかったので、なんかよりこう今初めて完成した映像を見て、こんな大迫力な映像になってたのかっていうのと、はい、展開も熱すぎて、いや本当ですよね、すごい胸熱、今もうここまで来て大預けを食らってる状態です、はい、でこのあとどうなるのか本当気になるところですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。続いて大塚さんいかがでしたか。はい、いやーすごいですね、いや目が足りないぐらい、ね、あの戦闘結構 A パート戦闘メインでしたけれども、迫力満点でね、カメラワークとかもすごかったんで、すごい、はい、こだわりが、うん、ちょっとね、多分今一瞬見ただけだとまだ追えない部分もあるので、うん、ぜひこれはね、この放送のところでもう一回じっくりとね、見ていただきたいですね、うん、はい、はい、まあ、今回、まあ、監督最終決戦もう壮絶な戦いという形で A パート終わったんですけども、はい、まあ、今この皆さんの拍手受けまして、今のお気持ちはいかがですか。いややっぱりまだあのドキドキしてるんですけど、はい、あのちょっと面白かったのは、あのミステルもノアルも古賀さんがやってるじゃないですか、はい、だから、あ、両方古賀さんなんだなと改めてちょっとそれが面白かったです。改めてちょっとステージ上で、はい、でここにもいるし、そうですね、3人いるみたいな感じの、はい、ありがとうございます。はい、まあ、本編はあの今回この最後ね、あのフィックスが、ケリを倒して、どうなってしまうのかというところなんですけれども、まあ、壇上の我々は、まあ、すでに、ね、展開は知っているところであるんですが、ぜひ皆さんこちらは25日月曜日に放送される、深夜24時10分から、順次、配信と放送で、ご覧いただけますので、皆さんよろしくお願いいたします。当日ですが、テレ東系列ほか一部局では放送時間に変更ございますので、詳細公式サイトをご覧いただければと思います。はい、さて本編の興奮冷めやらぬ中ではございますが、カナダとノワル、まあ、ミステリー曰くヘッポコとポンコツと呼ばれていたコンビでしたけれども、さまざまな経験を経てここまで大きく成長してきたかと思います。はい、はい、ここからは演じているお二人から見てそれぞれキャラの成長をどのように感じているか伺っていければと思います。古賀さんいかがですか。そうですね、でもやっぱ目が違うなって思いましたなんかなんて言うんでしょうね、なんかいろんなね、いやもう、すごかったじゃないですか今までの展開で、もうこんなことあるみたいな展開がすごいあった中で、多分いろいろノアル的にもすごい心の葛藤があったりしながらだったり、それでもこう前を向いて、あのあんなになんかこれ映像でも見ましたけど